の桜役、天木サリーです。よろしくお願いいたします。Good morning everyone, 天木サリーです。これ皆さん知ってるかどうかわからないんですけど、私2020年のクリスマスにメンバーの高辻うららちゃんからクリスマスプレゼントをもらってるんですね。そのクリスマスプレゼントがレッタン曰く私の YouTube の動画で一緒になんか開けて一緒に動画を撮りたいって言ってくれたんだけども、ちょっともう産んじゃおうかなと思って動画を回してます。まず開けたら誰が入ってるかわからないんですけど、洗ったらこの3人の中の誰かになるらしいんですね。 Change of plans. I have a good idea. 着信だけ入れておきます。電話だけして、天木から着信あって、あ、一緒に開けないかなって思って連絡したんだけど出なかったから開けちゃった、ごめんっていう言い訳を作るためにとりあえず着信だけ入れておきたいと思います。何回流せばいいか。もしもし、もしもし、もしもし、どうした？ごめん、なんか押しちゃってたちょっと出るなんて思わないじゃん、やめてよ、ちょっとなんて言えばいい、わらた寝てたって来ちゃった、どうしようどうしようどうしよう、こんな優しい子に嘘つけないよ、どうしようどうしよう、正直に言います、レッタン出ないだろうからそこで後でごめん誘おうと思ったけど出なかったからって言おうとしたら出るからびっくりしたじゃあ電話つなげとくから一緒に開けますか、高辻さん。あ、うん、分かった。なんかね、変なボールが入ってるよ。あ、なんかもう分かる この世の終わりを見てきたような顔の人が出てきたんだけどちょっとどうせなんかこっち見てるんだけどめちゃめちゃ面白いねこれめちゃめちゃ面白いじゃんこれ。面白くなる予定じゃないもっと可愛くなるはずがね、ちょっとありがとう高辻さん付き合ってくれてということで、一番欲しくないのは乾かせば可愛くなるかな。